市内巡回バスは佐賀県小城市にて運行しているコミュニティバスの総称である。平成の大合併で誕生した小城市では合併前の各自治体から引き継いだ福祉バスや旧自治体間を結ぶ巡回バスを運行していたが無料運行であることや各バス間の連携面等で課題を抱えていた。そこで国の補助事業である地域公共交通活性化 再生総合事業を受けて、市内の公共交通を見直し、コミュニティバスについては、以下の4つに再編した上で、2010年1月より2年間実証運行を行うこととした。小木市広域循環バス、小木町巡回バス、三日月町巡回バス、牛津町巡回バス上記4つのコミュニティバスについては、路線は分かれているものの料金、運行日や、 乗り継ぎ等の制度は統一されており、小木市の案内では4つのコミュニティバスを合わせて、市内巡回バスと呼んでいる。なお、市内の公共交通としては他に、旧足利町内を運行する足利町コミュニティタクシーがあるが、運行方式が大きく異なることから、市内巡回バスには含まれていない。市の案内では、市内巡回バスと足利町コミュニティタクシーと合わせて、 市内巡回バスタクシーという呼び方がされている。また、他にも、旧牛津町から旧足刈町を経て、白石町福富に至る廃止代替バス、相乗りタクシーが運行している。市内巡回バスを構成する各、コミュニティバスの路線は、以下の通りである。三両線にあるが、いずれも、午前の便と午後の便とで、運行経路が大きく異なっている。 岩礁線、三里線、春田線三路線にあるが、いずれも、下記の順路のみの片方向循環路線である。南部線、中央線、北部線三路線にあるが、いずれも、下記の順路のみの片方向循環路線である。勝チカキヒセ線とガ線、天馬町はシかり町線、小木市地域公共交通活性化協議会市内、巡回バスをリニューアルしました。ありがとうございます。